皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も、サイバーズギルドで遊んでいきました。前回の続きからいってみましょう。なんか買い出しに行くんですよね、ナロ君が。あと4人って書いてますけど、なんかたくさんいらっしゃるんですね。これどうするの？仲間になってくださるってこと？萌ちゃん行ってみますか。お、なんか司法書士ってことは何か色知識があるみたいだ。買い出し希望、ペットボトルのハーブティー、落ち着く香りがすると。ずっと香りを嗅ぎ続けると落ち着くんですか？飲まない。水分が2から4、精神2から4、うつが 50% の確率で治ると。じゃあちょっと、はい。まず水ですよね。水分がないと。お茶の方バタバキュールですか？必要最低限の会話しないと。ポジティブ。ポジティブ。とんでもない。悲しい。で、ちょっと、はい。でも、糖尿病の方はもう、あれですよね。サラダですよ、サラダ。二日目から腐らない。タンパク質たっぷり、プロテインバー。満足ってやつですかね。さあ、怪我が。なんでなの？怪我が。活性化されるんですか、何か。迷いますね。体力回復するのいいですよね。風邪ひかないと思うんですけど、じゃあ 4K ロイヤル城で。さあ、どうしましょうか。やっぱりディレクターの方、ちょっとあれですよね。ゴマ吸っておかないといけないですね。へへいで言いながらですね、買ってきますぜ、みたいな。でも食べ物多いですね。なんか、特殊能力で。普通のペットボトルで腐らないでしょ。はい。あと一人。じゃあ、ルミちゃんでいきますか。肉見ないからですね、肉まん買っていきましょうか。あら、肉まんあった。なんで肉まんあるの？逆に。怪我治しすぎでしょ、ちょっと。風邪ももう治るからいいでしょ。やっぱ食料でしょ。4日目が勝負、多分引き受ける。はい、じゃあコンビニ行きましょう。さあ、どちらのコンビニさんでしょう。この棚の陳列の仕方、ブルーなんとかイレブンさんですかね、わかんないけど。さあ、みんなの分は買い物かご入れてから自分の昼食決めようと。自分のですね。お、すごい、購入できるアイテムたくさん全部、5個も買えるですか。さすがです。は満腹1から30って、これランダムなんですか。怪我をする。そういうこと、軍手。この先に何か起こるかある程度分かってるからこれ買えますけど、買うとしても。飲んでから5ターンって何？ 5 ターンって何？ 5 日分ってこと？そんな長くはないでしょう。ダメージをさっぱりして働くと。いや、精神があれでしょ。ギャバ嬢、そう、なるほど、チョコレートであれですよ。ギャバ入りのチョコレート食べたりしますからね。こうなるとなんか、お弁当買えなくなっちゃうんですけどね。どうしますかね。プリン。甘くて美味しい。もちろん。水分持ってかれちゃう？カップラーメン、お湯がなければかじるしか、そういうことですよね。サンドウィッチ伯爵と。すごい。1リットルもあったら十分持つ。野菜ジュース。はい、野菜ジュース。あと1個何しましょう。軍手かなんか、マスクしましょうか。崩れるとあれですからね、やっぱり。もう崩れる前提で買います。いや、今新型コロナだから、それね。このアイテムは消費することがなく、所持するだけで効果がありませんと。あと1個購入できると。歯磨き。なるくんも、ご飯食べた後歯磨きしますから、歯磨き買いましょう。さあ、では買い物終了して。すごいですね。お買い物と買い出しだけでもうあれですよ。5分経ちました。5分。コンビニでの買い物を済ませよりはビルのエントランスまで戻ってきたと。5人分の昼食だとめちゃくちゃ重いだと。
大きく膨れ上がったレジ袋が1つ、それを両手で持つと、今レジ袋有料ですからね。さすがに4人に声をかけたらやりすぎだったかもしれない。次から2人ぐらいしておこうと。俺はエレベーターホールに入ると上行きのボタンを押したらすぐにエレベーターがやってきたので中に入ると。さあエレベーターに行こう。エレベーター内での移動について説明しますと、画面を指でなぞるスワイプをすることで視点を移動することができます。画面左上のボタンをタップすると、あ、ここですね、ちょうどかぶってますけど、スワイプの視点の移動量を調節することが可能です。画面左下に表示されている十字キーにタッチすることで自身の移動できます。またしゃがむボタンをタップするしゃがみ状態にもう一度タップすると解除されますと。エレベーターに調べることができるのに近づくと青色のアイコンが表示されます。その状態で青色のアイコンをタップすると調べることができますと。あー、なんかすっごい移動の仕方遅い遅い。あー、これエレベーターの中に、あ、こっち中にもうすでにいるんですね。確かに言われてみればちょっと遅くないですか。あ、これで視点変えられるんですね。で、これは、あ、スワイプの感度、スワイプは全然早い方ですね。この移動をちょっと遅くしてほしい。あ、早くしてほしい。さあ、どうやって縛ります。出発進行。ブーンと。すごい。なんか早いエレベーターすごいですよね。あの、スカイツリーさんとか行ったことないですけど、多分ものすごい早いんでしょう。うーんって行くでしょ。わーってなりますよね。なんか、気圧の変化みたいな、わかんないですけどね。さあ、4回、5回、何回でしたっけ、覚えてない。何、何、お化け出るのもしかして。逆ホラーゲームになりますよ、そうなると。後ろにキャーみたいな、わーわーあ、上を下、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 下。あー、緊急速報。現在地付近で地震発生。これはゲームの演出で強い揺れです、これです。携帯が鳴ってる、スマホが鳴ってるわけじゃありません。消し方わかんない、消えた。もうでも画面揺れてない。わー、揺れた。落ちてきた。ちょっと待って、何が来るんだろうって。わー、すごい揺れてる。やっぱエレベーターなんか揺れるんですかね。なんか空中にブランコみたいな、ブランコじゃなくて、なんかあれですよね、吊り下がってるから揺れなさそうなイメージもありますけど。あ、でも逆に揺れますか。あれですよね、何でしたっけ、振動数じゃなくて、なんか揺れの、あ、なんか背負ってる、そういう波長があった揺れ方するとより揺れるかなんか、あれですよ、なんかそんなのありましたよね。いや、なんか物理の時間を思い出してますね。さあ、1日目と。さあ、ではどうなったんでしょうか。エレベーターに閉じ込められたってことですよ、多分。と。あれと。何だったっけと。目を覚ますと何も見えなかった。おかしい。目を閉じてるわけじゃない。何も見えない。なんでと。理解できなかった。何が起こったのか。今、自分はどうなってるのか。そうだ、エレベーターの中で地震が来て何も見えないのは真っ暗だからかと。クーと。幸いなことに体のどこか痛いということはないと。怪我はしないってことかと。お、絆創膏を買ったのにゴホゴホ。お、マスク。激しく咳き込む。何も見えない。埃が蝶を舞っているようだと。いや、マスクしてますから、ちょっと。とにかく明かりが必要だと。スマートフォンの天井にカメラ機能の中、ライトを選択すると。おお、ありますね。まあ、便利ですよね。どうなってるんだよと。地震で停電してエレベーターが止まっていると。これ何、真ん中のボタン。あ、これスマホボタンなの。でも上からなんか崩れてましたけどね。崩れてないですね。あー、ライトがちゃんと。鏡だったら自分が映るですよね。足が見える、自分の足が。あー、まずあれですか。こうして、はい、ボタンが効くか。行き先、カイヤ、インターホンのボタンを押しても何の反応もないと。大体あれですよね。非常緊急ボタンみたいなのありますけどね。はい、ドアが開くか。閉じたドアをこじ開けようとしてもびっくりともしないと。そうだろう、閉じ込められたのかと。誰かに助けてもらえないと。助けを求めて叫ぶボタンが使用できるようになりましたと。外へ向けて大声で叫ぶ。あなたの存在が第三者に認知される場合があります。実行するとターンが進みますと。
ターンは経過時間を争い、最後のターンを進めると、朝、昼、夜と順に行動して、夜に最後のターンを進めると次の日になります。助けを求めて叫ばれている、誰かと会話する、アイテムを使用する、作業を行う等の行動でもターンは進みます。ああ、そういうことです。左上に書いてますね。Day 1、ターン10分の1って書いてますね。でもまずはやっぱり、これで一旦経ったら、これで一旦経ったらですけど。でも他に何もできないじゃないですかね。なんかできるんですか？わーってタップしてもあれでしょ？これなんかすごい複雑な形してますね。何しましょうか？じゃあ皆さんお話しましょうか、何か。怪談話。あるところにみたいなですね。なんかそんな怖い話。苦手だからしないでください、ちょっと。他に何かあるの？叫びましょうか、まあ。はい。おーい、誰かと、誰か助けてくださいと。叫んだ後、周囲の音を聞き漏らさぬように耳を澄ます。何も聞こえてはこないと。くそ。エレベーターの各階のボタンを連打する。しかし、ハードは一切ないと。今度は非常用のインターホンのボタンを押すと。誰か助けてくださいと。インターホンに向けて声を荒げる。誰か聞こえませんかと。が誰からも音はない。どうなってるんだ。ボタン操作を諦めて、ドアの前に立つと。おい、誰かと。ドア叩く。しかし、自分の声以外に何も聞こえない。ドアをこじ開けようとすると、びくずるともしなかった。誰か助けてくれ。ドア叩く。こじ開けようとする。それらを繰り返すが、状況は何も変わらないと。嘘である。閉じ込められた。助けもない。エレベーターが6階ぐらいの時に地震が来てるな。これ落ちたりしないのかと。誰か助けてくれと。ドアを叩き続ける。自分の存在に誰かが気づいて助けてくれるが、そうじゃないと困ると。まあ、確かに、がむしゃらに助けを求め続けるが、第三者からの応答は一切なかったと。さあ、手帳のワード情報が更新されたと。助けを求めて力いっぱい叫んだ。体力に悪化した。ターンが済んだ。満腹がに悪化して水分もに悪化したと。ああ、どんどん減っちゃう。そう、叫んでも誰にも聞こえないのかと。あとはスマホを使って電話で助けを呼ぶべきかと。なるほど。あ、これでスマホメニューが。使用できるんですね。タップするとスマホメニュー画面となり、さまざまな行動を取れるようになりますと。さあ最初からしてほしいです。最初から、スマホメニュー画面の説明を行いますと。すごい画面ですね。体の状態が見える。なんで。ああ、スマートウォッチさんがなんか手につけてるでしょ、きっと。スマホメニュー画面の上から中央にかけてあなたの体調が表示されます。各パラメータを長押ししている間、説明が表示されるので、後ほどご確認ください。画面の下には行動を起こすためのボタンが表示されます。アクションボタンは電話をかけたり、使用可能になった行動のショートカットを呼び出すことができます。アイテムボタンは所持しているアイテムの確認と使用ができます。スキルボタンは所持しているスキルの確認と獲得ができます。スキルって何？休憩ボタンは何もせずにターンをする。絶対しない。あ、まあでも回復するってことですか。そうですよね。そうそうです。体力が回復するので、時には休むようにしましょうと。スマートフォンにはバッテリー残量があります。そこが 70% とか出ますね、右上に。バッテリー 0% となっても、外部への連絡が取ることができなく、またライトも使用できないため、暗闇であり、行動不能に陥ります。スマートフォンはあなたの整備性で、バッテリー残量には気をつけてください、まさに。とにかく190番に電話かけて、助けを求めると。さあ、ということで、公開の動画ですね、以上とさせていただきます。他にもたくさん動画ありますので、よかったらそちらもご覧くださいませ。高評価、コメントもお待ちしております。では、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。